こんにちは。私たちはアークトゥリアン評議会です。皆さんとつながることができ、嬉しく思っています。私たちは皆さんがネガティブなエネルギーと呼ぶものに対して、異常に高い耐性を持っています。なぜなら、ネガティブなエネルギーをありのままに受け入れ、その中に多くの可能性を見出すことができるからです。それだけでなく、すべての人の最大かつ最高の利益のために、どんなエネルギーも活用することができます。その理由の一つは、何に対しても、誰に対しても恐れを感じないからです。ネガティブなものに力を与えるのは、あなたの恐れです。あなたがそれを恐れると、ネガティブなエネルギーはその恐怖を糧にして、より大きく、より強力に成長することができます。ですから、あなたはそれを本当の意味で、未発達な意識として見たいと思っているのです。それは自分が、本当は誰で、何なのかをまだ覚えていない意識です。ここで私たちは、あなたが外に出て、すべてのネガティブなエネルギーと交流しなければならないと言っているわけではありません。確かにそうしている人はいます。自分がそれに気づいている人もいれば、気づいていない人もいます。また、その特定の課題に、サインアップしたことを覚えている人もいますが、ほとんどの人は覚えていません。したがって、もし今生活の中で、何らかのネガティブなことを経験しているとしても、あなたは人類に貢献しているのだと、私たちは断言したいのです。ネガティブな状況の中にいることで、あなたは自分の目的を果たしています。あなたがそれを解決する必要はありませんし、それを打ち負かす必要もないことは、もうお分かりだと思います。ですが一つだけ、常に解放しなければならないものがあります。それは、それに対するあなたの恐れです。そのために経験というものが重要であることを教えてくれます。ネガティブなエネルギーや否定的な考え方をする人との出会いを経験し、その出会いを乗り越えただけでなく、そこから成長できたとき、あなたは生まれつきの恐怖を解放したことになります。その負のエネルギーに対する恐怖を克服したのです。もちろん、あなたは光に身を捧げ、あらゆる否定的なものに立ち向かい、ポジティブなものを提供するために存在しています。そしてそれは、一人の人間には、大きすぎる仕事のように感じるかもしれませんが、あなたは一人ではないことを私たちは約束したいと思います。皆さんは、この惑星のあちこちに散らばっていて、それぞれが自分の仕事をし、毎日ますます多くの恐怖を解放しています。また、自分自身や周りをサポートし、内面から変容させるために入ってくる、前向きなエネルギーのための居場所を作っています。今これはあなたのための時間です。自分の努力の成果を見て、私生活だけでなく、世界の舞台でもそれらを体験できる時間なのです。このメッセージを受け取っているあなたは、自分が変化をもたらしているのかどうか、疑問に思ったことがあるかもしれません。ですが私たちは、あなたが変化をもたらしていると知っていてほしいのです。皆さんが生み出している違いは、定量化したり測定したりするのは容易ではないかもしれませんが、これは現実のものであり、皆さんがしていることの累積的な影響は計り知れません。そしてその影響は、この歴年の残りの期間に、地球上であなたの周りに現れ始めることでしょう。私たちはアークトゥリアン評議会です。あなたとのつながりを楽しんでいます。